は足に立ち返ることができるように、多くの人がイエス・キリストと出会うことができるように、どうしても取り出していきましょう。ハレルヤ、主よ、あなたの血を変えてみてください。イエス様、あなたの血を、あなたと共に出会う人々がさらに治されるように、主よ、あなたの血を変えてみてください。主よ、あなたの御顔の光をこの地に、主よ、何故か何故か変えさせてくださいます。またこの地に主よ、リバイバルが
イエス
ち上がっていきます。そして彼らを後ろに追いやっていき、そして彼らは前線に立つときに牧師たちを連れていくんです。なぜならですね、呪いを彼らは魔術でかけてるんです。ある地域に来ると、なんと兵士たちが何もないのに一線を越えて死んでいくんです。そして気づいたのは、強烈な魔術の力を使って彼らはその地域に呪いをかけてるんです。なので牧師たちを連れていきます。牧師たちが祈りを持って、そして兵士たちが戦いに行きます。本当にこの世の魔術、そしてこの世の神々よりも我らのイエス様ははるかに力あるお方であられることを感謝いたします。その魔術の力は解かれ、そして兵士たちは進んでいきます。そしてそのテロリストの集団をこの追いやっていき、結局国家が立ち止めるんです。取り戻されるんです。そして多くのクリスチャンの大臣たちがその国家に着きます。そして1999年から2000年にかけて劇的な変化が起こります。なんとクリスチャンの大統領がその国家に立ちます。そしてですね、この1999年から2000年に変わるときに、スタジアムに多くの国民を集めて、そしてその大統領が宣言したことがあります。それはこのウガンダの国家をイエス・キリストに捧げる、このように宣言したんです。これは実際に映像で残ってますので、それを見ることができます。このウガンダは主のものである、この国の王はイエス・キリスト、そのことを宣言します。そしてウガンダは回復していくんです。今ではエイズのパーセントが 7% 以下と言われています。 WHO の調べによってはもう30年後には完全に滅びている国家でした。しかし今はウガンダはアフリカの中で経済的にも、またさまざまな領域においても最も栄える国の一つとなっています。そのように国家に変革をもたらした、それは何かというと、そこで生徒たちが立ち上がり祈ることを通してその国が変えられていっていることを感謝いたします。そして今でもウガンダには国家の中に、国会の中になんと鳥なしの省というのがあるんです。鳥なしの省庁、日本でも文部科学省とかあるんですね。なんとウガンダには鳥なしの省があります。それ大統領がどこに向かっていいかわからないときに、どこに行くのかというと鳥なしの部屋に行きます。そこで生徒たちが鳥なしに乗り、大統領がどこに向かうかを絶えず祈っています。あるミーティングの前においては神様がその鳥なす者たちの思いを与えます。大統領、次のミーティングでは絶対に出されるペットボトルの水を飲まないでください。そして彼は飲みませんでした。後になって分かったことだったんですけど、そのペットボトルの中に毒が入っていた。そしてですね、アメリカの大統領がオバマであった時にですね、オバマは本当にこの同性愛を全世界に広げた大統領の一人ですね。そしてこのアフリカにも大きなプレッシャーを与えます。ウガンダにもやってきて、同性愛の法律を通しなさい、そうしなければウガンダに対する支援を断ち切る、本当にですね、そのようなプレッシャーを与えてきました。大統領は鳥なしの部屋に行き祈ります。そして決心するんです。オバマ大統領も答えました。私たちは支援はいりませんと。断ち切られたとしても神に従う方を選びますと。そのようなですね、大統領がその国家に立ち上がり、まあもちろんいろんなパーセントは分からないんですけど、もちろんイスラムのいろんな影響もあるんですけど、現在ではウガンダは 90% 以上クリスチャン、このクリスチャニティ、まあ、このキリスト信仰が広がり始めているということですね、報告で聞いています。そのように国家的な変化をもたらした、もう失望落胆滅びゆく国家が変えられていた。何によってでしょうか。祈りを通してです。主は日本の国家を見るときに、そして日本の状態を見るとき、日本の教会がどれだけ大きいか、クリスチャンの数がどれだけいるか、全然注目しておられません。主が見ておられるのは、たとえそこにもう 1% 以下のクリスチャンであったとしても、祈る生徒たちが立ち上がることを主は見ておられます。私たちがその者たちとしてこの時代に呼ばれていることを感謝いたします。それですので、本当にこれから日本にリバイバルを実際的に見るようになる、その先駆けとして私たちはこの祈りのリバイバル、祈りの霊をこの時間を受け取りたいと思います。そしてこの祈りと宣教というのは同時に働きます。多くの場合、祈りと宣教というのを分けて考えられてきました。祈りは祈り、そして宣教は宣教、そしてお互いに批判をし合うんです。祈る人たちは本当にこの祈ってばっかりいるって言って批判されます。彼らは魂に対する情熱がなく、ただ教会に集まり、ただ祈り、ただ神様だけ求めている。宣教の情熱はどこにあるのか、福音はいつ伝えるのか、そのように批判される場合があります。逆に祈る者たちは働きや宣教する人たちを批判するんです。彼らは宣教ばっかりして、働きばっかりして、全く祈
祈る時間があるのか。これは皆さん本当に神の国における大きなダメージです。実は祈りと宣教は共に働きます、ね、共に協力し合って、祈りなくしては宣教はありません、ね、しかし祈りの結果として宣教は起こっていきます、ね、魂が収穫されていきます。本当に主ご自身と愛の関係に生きるとき、宣教せずにはいられなくなります。イエス様を表さずにはいられなくなります。例えばですね、まあ、ここにも若い人たちが多いんですけど、若い人たち誰がいますか。その時ぜひ皆さん全員手を挙げてください。モーセは80歳で神様の使命に立ちました。ヨシアは80歳超えて約束の地に入っていったんです。彼らは若者だったんです。なので私たちは神にあって皆若者たちであることを感謝いたします。ではですね、本当にこの多くの若者たちが、まあ、SNS を持ちますね。 Facebook とかですね、このインスタ、そういうのやってるってどれぐらいですか。 Facebook とかインスタ、結構いいですね。じゃあその Facebook とかインスタグラムというのを開くと、自分の生活をアップします。じゃあ誰か結婚が決まった人がいるとします。そうすると聞いてないのに写真アップするんです。結婚決まりましたみたいな。いや、全然私たち興味ないですよと思うんですけど、全世界に知らせたいという仕方がないんです。で、その2人がどこのレストランに行ってご飯食べたのかも興味ありますか。皆さんそんなに興味ないですよね。でも彼らはどこでご飯食べたか知らせたいです。そしてどのようなこの歩みをしているのか全部世界に知らせたいんです。なぜですか。そこに2人の間に愛があるからです。世界にそれを言い表さずにはいられないんです。同じように私たちもイエス・キリストとの恋に落ちるとき、イエス様の愛に燃えるとき、それを言い表させにはいられないんです。それを表現せずにはいられないんです。なので祈るときに何が起こるのかというと、宣教は自然に起こっていきます。そして私たちはどのように福音を伝えるのか、もちろん学ぶことは重要です。しかしもっと優れたことは、私たちは生ける福音宣教者になることができることを感謝いたします。中国の宣教師として使わされていた一人の先生の歌詞を聞きました。その先生はですね、この学生時代に暴走族をやっていて、暴走族をやっていたんですけど、京都でですね、お茶屋さんでバイトをしてました。上品な暴走族ですね。で、まあ、このお茶屋でバイトをしている時にですね、一人の婦人がいまして、その婦人がですね、この本当に誠実に働いている姿をいつも見ていたんです。例えばその夫人がバイトの時間に入っている間、欠勤が出ます。そうするとその夫人のせいでないにもかかわらず、なんと自らのアルバイトでこの儲けたお金を支払ってその欠勤を補ってました。他の人々が批判するときにも、その夫人は本当にいつもにこやかだったんです。で、その暴走族の少年は、なんでこの人はこんなに誠実なんだろうか、いつもその仕事ぶりを見て思ってました。そしてある時話しかけた時に笑顔が輝いてたんです。その笑顔に少年を打たれたんです。そしてあなたはなんでそんなに笑顔が美しいんですかと聞くと、実は私はクリスチャンです、教会に行ってます、そしてイエス様を信じています。そしてその少年はすぐ言ったんです。あなたが信じている神なら私は信じたい、あなたの教会に行きます。そして教会にイエス様を信じ、今は中国の宣教師として使わされていることを感謝いたします。皆さん、笑顔が宣教師を作り出します。笑顔が福音宣教になるんです。私たちの生き方すべてが福音伝道です。私たちが立派なこと言っても、生き方がなってなかったら、生活職場の中で私たちが来たらみんな隠れたい。宗教学者が来た、立法学者が来た、彼が来ると何かもう本当に憂鬱な気持ちになる、そういう気持ちに皆が出るなら、どれだけ私が立派なことを言ったとしても、その福音は伝わらないんです。しかし私たちの語る言葉が少なかったとしても、生き方を持ってイエス・キリストを表すときに、私たちの言葉は力が望みます。そして人々は私たちの持っているものが欲しいと願うようになることを感謝いたします。なので私たちは生ける福音宣教者、どのようにしてそのようになることができるんでしょうか。絶えずイエス・キリストの愛が内側に燃えるとき、そのことがなされることを感謝いたします。皆さん、祈りというのは苦行ではありません。祈りというのは本当に修行のようなものでありません。祈りというのは喜びであり楽しみなんです。もちろん時には苦しみも経験します。
しかし主と共に苦しむことは大きな喜びである。私自身はですね、何かもう自分がこうやってるってアピールしたいわけではなくて、まあ、この励ましとしてですね、毎日できる限り6時間から8時間祈りの時間を持つことを心がけています。ある時には、まあ、本当にスケジュールが忙しくてそれよりも少なくなる場合があります。ある時にはもう少し時間にゆとりがあり、それ以上祈ることができる時間もあります。しかしできる限り6時間から8時間祈りを取るということですね、目標としています。別にこれは祈ってるなってチャレンジしてこのアピールしてるわけではなくてですね、それはもう喜びなんです。そして私はあんまりにも力がないので、本当に祈らなければ前進することができないんです。自分自身の性質はもう愚かさしかありません。なのでイエス様に頼らなければ一日さえも進むことができないということを実感しています。それなので、もう毎日イエス様を必要とします。毎日聖霊様の助けが必要です。そしてただ祈りの部屋で時間を過ごすだけではなく、私にとっては生活の全てが祈りの時間なんです。例えば今日新宿からこの竹の塚に来ました。そのまま来るまでの歩く道、そして来るまでの電車、これは素晴らしいイエス様とのデートコースです。その時間においてもイエス様を歓迎します。イエス様、この時間も真ん中にいてください。この時間もあなたの思いで心と願いを満たしてください。そしてこの時間も聖霊様歓迎いたします。あなたご自身を求めて祈ります。ある時にはですね、大阪で働きがあり、そして早朝東京から大阪に行く新幹線に乗ったんです。悪いことにそれは連休の始まりでした。初めの日でした。そしてもう信じられないほど電車が混んでたんです。そして私は自由席に乗ったんですけども、全部人で埋まってました。で、結局ですね、この東京から大阪まで全部立たなければならなかったんです。しかも唯一手に入れた窓側のこの立つ場所を手に入れてたんです。でも品川について人が乗ってくるので避けたんですね。避けた瞬間に後ろにいた人が私の特等席取ってしまったんです。せめても端っこに立てればと思ってたんですけど、私は中央で立ち続けなければならない。もうイライラしてきますね。もう体が疲れる。あ、そしてこの後ついてすぐ働きがある。あ、本当に少しでも休むことができたら、自分の思い通りスケジュール通りにならないことがあります。しかしその時決めたんです。聖霊様、この時間もあなたが収めてください。この時間私はイライラする代わりに、この新幹線の真ん中であなたを礼拝いたします。あなたを求めます。イエス様、あなたと共に時間を過ごさせてください。そしてそこで祈り始めました。何が起こったんでしょうか。皆さん、満員の新幹線の中が死聖所に変えられます。そこに主の臨在が訪れます。そこで主と交わることができるんです。場所は関係ありません。私たちの日々の生活の中で主ご自身との親しい関係の中を歩むことができます。その結果、私たちを通してあらゆる場所において聖霊の働きが起こっていくようになることを感謝いたします。神様はこれを回復したいということを願っております。使徒の働きの15章、これよく言われる言葉ですけど、ホセアのアモスですね、この9章11節からの引用のダビデの幕やそれが回復されるということが予言されています。使徒の働きの15章16節から18節、使徒の働きの15章16節から18節朗読してまいります。代表して読みます。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。この時ですね、初代教会において初めの大きな問題が起こり始めます。それはユダヤ人たちは初め福音を受け入れた時にユダヤ人にしか福音宣教をしませんでした。なのでですね、本当にユダヤ人たちは律法の規定を守ってます。生活の律法を守ってます。問題がなかったんです。しかしパウロとバルナは、彼らがアンティオキ教会に使わされた後に異邦人の福音宣教が爆発的に広がっていきます。そして気がつけばユダヤ人の信者よりも異邦人でイエス・キリストを信じる者たちの方がはるかに多くなったんです。その時に問題が起こったんです。それは彼らは律法の規定を守ってない。異邦人も律法の規定を守るべきだ。
熱心なユダヤ人の信者からそのような意見が出てきます。そしてエルサレムに集まり聖徒たちが会議をするんです。ペテロを通して異邦人が聖霊を受け救われる話が語られました。またパウロとバルナバの報告を通してアンテオキ教会でもう爆発的な救いが起こっていることが述べ伝えられました。その時一同は沈黙するんです。そしてその初代教会のリーダーであったヤコブ、このヤコブとはイエス様の弟、ヤコブの手紙を書いたヤコブがですね、立ち上がって、そしてこのアモス書の9章11節の御言葉を宣言します。これはダビデの幕屋が回復する、それが今成就している、これは大昔からの主の予言である、そのことを宣言します。ではこのダビデの幕屋が回復するということは何でしょうか。これは実は教会の姿であります。主はアモスに対してダビデの幕屋を回復すると言ったんです。モーセの幕屋でもソロモンの神殿でもなく、ダビデの幕屋、そこには何があったんでしょうか。ダビデの時代の礼拝は特異なもの、変わったものだったんです。旧約聖書の時代にありながら特別な期間でした。33年半エルサレムの中心でダビデが礼拝を行ったんです。何をしたかというと、本来至聖所という場所の中に契約の箱があります。そこには大祭司が1年に1回大食材日という日にしか血を携えて入る以外に入れないんです。民と神との間には大きな壁、隔たりがありました。しかしダビデはなんとその至聖所から契約の箱を自分の町シオンの山に持ってきたんです。そして簡単な天幕を張り、そこで33年半絶え間ない賛美、絶え間ない礼拝、そしてそれと同時にギブオンというところにおいては朝昼の祈り、それが毎日毎日毎日、すなわち賛美と祈りと鳥なしの礼拝がエルサレムの中において絶えず捧げられ続けました。これがダビデの幕屋の中で起こったことだったんです。そしてそこには朝も昼も夜も真夜中も使える聖徒たちがおり、それだけではなく特別なのは旧約聖書の礼拝においては必ず祭司とレビ人しか使えることができません。しかしそこにはオベデ・エドムという人々がいました。ダビデの幕屋においてはオベデ・エドムとは直訳すると何かというと使える異邦人という意味です。彼らは異邦人の中から主の幕屋、主の臨在の前で使えることが許された者たちだったんです。そこにはユダヤ人だけではなく、イスラエルの民だけではなく、祭司レビ人だけではなく、異邦人も使える者たちが共にいて、絶え間ない礼拝と賛美、これを捧げたのでした。これはなぜ主がこのことを喜ばれたのかというと、これは新約聖書の今の時代の教会の姿だったんです。今の教会の中において主との間の壁はありません。皆さん、この高台に立つときに壁があったらどうしますか。大変ですね。しかし壁はありません。なぜでしょうか。イエス・キリストが十字架の上で私たちの全ての罪の贖いをなされたときに完了した、主が叫ばれたとき、その幕屋の幕は、天幕は、神殿の天幕は上から下まで真っ二つに裂けました。これは父なる神がもう私は顔を隠すことはしない、私はもう私をイエス・キリストを通して求めるもの全てに求められる、そのように父なる神が扉を開いてくださったことを感謝します。なので私たちは今イエス様の恵みによって大胆に確信を持って主の御前に出ることができる祭司たちであることを感謝いたします。そしてユダヤ人だけでなく、イスラエルの民だけでなく、異邦人である私たちもこの主の会衆、主の礼拝者として呼ばれています。それですよね。この旧約聖書におけるダビデの幕屋とは何かというと、実は新約聖書の教会の姿、そこに聖霊様が自由に働き、至聖所、主のもう濃厚な臨在がもたらされ、そして異邦人もイエス・キリストの血によって贖われ、そしてエペソの2章にはユダヤ人も異邦人も血によって全ての敵意が廃棄され、一人の人として神に仕えることができる、そのことが約束されています。なのでこれは新約聖書の教会の姿であることを感謝いたします。ではこのダビデの幕屋が回復する、これが主の予言であり、その時に私の名で呼ばれる異邦人がみんな主を求めるようになる。もう一度まとめます。ダビデの幕屋においては本当に絶え間ない祈りと賛美と礼拝、主への感謝が捧げられていました。しかしそれだけではなく、それと同時に私の名で呼ばれる異邦人がみんな主を求めるようになる、すなわち祈りが回復するとき、
賛美と礼拝が回復するとき、それに伴って今度は魂の大収穫が同時に起こってくるようになることを感謝いたします。現在世界中で未だかつてないほど祈りが捧げられています。世界のあらゆる場所に絶え間なく祈る、そのような祈りの家が起き上がっています。その中において祈りと収穫、それが同時に起こってきます。ではここで残りの時間をかけてフォーカスしていきたいことがあります。ではこの祈りの家をやればリバイバルが起こる、そして私たちは祈り始めます。でも失望します。皆さん、ダビデの幕屋というシステムではなく、ダビデの幕屋には心があったんです。その心は詩編27編の4節に書かれています。まあ、今は開きませんが言いますと、ダビデは私は一つのことを願っている、それは主よ、あなたの聖所、あなたの幕屋に行き、一日中あなたを思い、そしてあなたの麗しさを仰ぎ見て、あなたの思いで満たされたい。それがダビデの心の中にあったものでした。なのでですね、ダビデの幕屋、またこの祈りっていうのはシステムではなく、私たちの内側から回復するものです。そして祈る者たち、主を下に求める者たちが集まった時に、継続的な賛美、継続的な祈り、継続的な主を求める、そのようなことが起こってきます。その始まりはいつでも内側から起こります。リバイバルは何千何万人集まることだけがリバイバルになりません。もちろんそのようなこともいいでしょう。しかし皆さん、何千何万人集まったとしても、私たちの心の中に火が燃えてなかったら、結局私たちはいつまでも虚しい心で生きることになります。しかし見えるところには人々は救われてない、見えるところにおいては日本の教会は小さい、見えるところにおいてはまだ形、リバイバルというのは見えてない。しかし私たちの内側にイエス様に対する愛が燃え上がるとき、何が起こるのかというと、それこそがリバイバルの始めなんです。リバイバルは私たちの内側から起こります。なのでイエス様は人の働き一章八節で言いました。聖霊が望むときにあなた方は力を受ける。そしてどこからですか？エルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア、地の果てにまで私の証人となる。神の方法は内側から外側にです。私たちが願うのはいつも外側から何か変化が起こってほしい、何か経済の必要が満たされたらいいのに、もっと人が増えたらいいのに、いろんなシステムやプログラムが与えられたらいいのに、外側が変わることを求めます。しかし主が求めておられるのは内側が変えられるものです。それですので、私たちの中に聖霊の炎が望み、私たちの中にイエス様に対する情熱が満ち溢れ、そして私たちの中にリバイバルが起こるなら、皆さん、内なる人、エルサレム、この主ご自身の住まいから、リバイバルの炎は、聖霊の働きがスタートしていくようになることを感謝いたします。それですので、これはもう牧師や宣教師、伝道師だけではありません。すべての働き人たち、すべてのクリスチャンたちを通して、私たちの生活の中にリバイバルがもたらされていくことを感謝します。ドイツのある医師がですね、本を書きました。彼はですね、医師として働きをしてたんですけど、本当に熱心なクリスチャンだったんです。そして彼は仕事をしながら10分に1回礼拝するということを始めたんです。一日中主のことを思うことができるように、このタイマーをポケットに入れてですね、そして仕事中でもタイマーになります。そうすると彼は短い時間でも主よ、あなたを礼拝します、この時間もあなたが必要です、そしてまた10分に1回タイマーがなります。そうすると主よ、あなたを求めます、あなたを礼拝します。そのようにして仕事をしてたんです。数ヶ月後、なんとですね、その医者を通して実際の治療で癒される人よりも、なんと超自然的な精霊の働きで癒される人数の方が多くなったんです。彼を通して精霊の働きが起こり始めました。彼の病院に来て主に触れられて癒される人々が起こっていったんです。皆さん、精霊さんを歓迎するときに、医者であったとしても、本当に牧師、伝道師、宣教師でなくても、ビジネスマンであったとしても、主婦であったとしても、学生であったとしても、ここにいる私たち全員を通して主の働きをなされるようになることを感謝いたします。そのために今日この時間フォーカスをしたいのは、主との親密の愛をまず回復するということです。私は若いですね、働き人と少し前に話してました。そして10年後のビジョン、夢、語り合ってたんです。でですね、10年後、皆さん、
ビジョンがありますか、願いがありますか、夢がありますか。そして私はその若者に言ったんです。10年後実際私は具体的にこうなってほしいというのはないと言ったんです。本当に夢のないようなものに思えるかもしれません。でも本当にそうなんです。私は10年後教会がもし大きくなっているなら大きくなっているので、もちろんいいです。小さくなっているよりかは大きくなっててほしいですでもたとえ大きく なっていなかったとしても、そしてリバイバル求めてます。もうリバイバルは朝に昼に夕に叫び続け、あ、本当に祈りの家においてはもう絶えず生徒たちが取りなし、私自身ももう毎日の祈りとして日本の救い、日本のリバイバル、また安倍首相をはじめ天皇大臣、多くの高い地位にある人々のためにも取りなし祈り、日本の国民が膝をかがめイエス様を求めるように、もう毎日主の御前に叫び求めて祈っています。しかし10年後たとえ日本のリバイバルを実際的に見なかったとしても、もちろん来てほしいです。もうすぐにでも来てほしいです。でもそれが見なかったとしても、その若者に言ったんです。私は10年後の願いがありますと。それは10年後もイエス様と一緒に歩んでいたいです。10年後も今よりももっと深くイエス様を知りたいです。10年後もっとイエス様との強い愛で結ばれていたいです。それがあるならたとえ何かが起こっていなくても、私は本当にこの人生に生きる意味があります。じゃあ皆さん、逆のことだったらどうでしょうか。10年後皆さんの教会が大きくなっている、10年後日本に大リバイバルが起こっている、でも10年後自分とイエス様との愛は消えそうになっている、喜びがありますか。喜びがないです。私たちはまず第一にイエス様の愛がありますよね。そこから良いものが生み出されてきます。例えば結婚するときに妻となる人がこう言ったらどうですか。10年後あなたと結婚したらこんな家に住んで、そしてこんな車に乗って、生活 この収入はこれぐらいあって、私はもうこのくらいの子供たちを得てこういう生活してたい、妻に夢があります。そして10年後実際になってなかったら、その妻は何て言うでしょうか。うさつきあなたと結婚して騙された、詐欺だ。ああ、わかります。自分の夢が先にありすぎるので、そのならなかったことに対して失望するんです。でも妻がこう言ったらどうですか。私は10年後もちろんいい家に住んでたらそれでいいと、収入もあったらもちろんいいと、子供たちもいたらいい、でもたとえ全部それがなくても、私の願いは10年後もあなたと一緒にいたい、あなたとの愛の関係の中歩みたい。そのようにもし妻が言ったら夫は思うでしょう。この妻のためには全部あげたい、この妻のためには私の全てをかけたいと思うでしょう。そしてそのような愛の関係の中から夫の夢を共有します。妻は夢を持ちます、願いを持ちます。そして二人の間に良きものが生み出されていくんです。皆さん、もう一度私たちは立ち戻りましょう。リバイバルというこの、これが時には偶像になってしまうんです。主の計画よりも私たちのリバイバルのプランの方が先に行ってしまうんです。でもリバイバルを生み出されるのは主です。主ご自身との愛の関係の中から、その子供、身としてリバイバルが生まれるようになります。なのでまず第一にこのイエス様との愛の関係を私たち取り戻そうでありませんか。それが私たちの内側に絶えず燃える炎となりますように。ダビデの幕屋が開発されるときに、私の名で呼ばれる異邦人は皆救われるようになる、主はそのように予言されています。しかしそのダビデの幕屋の中心にあったのは、何があっても主よあなたと共にいたい、それがダビデの心でした。ダビデは皆さん、良いことだけありましたか。恵みだけ経験しましたか。成功だけしましたか。ダビデの人生を見ると、もう多くの失敗、愚かしさ、そして本当に間違った選択、数多くあります。しかしダビデの中に絶えず燃えていたのは、それでも主よあなたと一緒にいたいんです、それでも主よあなたの臨在の中に行きたい、それでも主よ私はあなたを求めます。それゆえにダビデは主から何て呼ばれたかというと、このものは私の心にかなったものと言われたんです。後の列王記を見ても、歴代史を見ても、後に出てくる王たちは皆ダビデの基準で判断されます。ダビデのように主の心にかなったか、ダビデとは違って偶像礼拝を行ったのか、ダビデは一つの基準を作った王でした。
聖書の中にはいろんな生徒たちが出てきます。主の民が出てきます。主はそれぞれの生徒たちに愛を持っておられますが、しかし私は思うんです。もうどの生徒たちよりも 主にとってのお気に入りの人物の一人はダビデです。なぜかというと、黙示録読み進めていきますと、聖書の一番最後に出てくる生徒の名前はダビデです。イエス様が言います。私はダビデの根である。聖書の最後の最後まで彼の名前を呼ぶほど、ダビデは主の心にかなった人物だったんです。ではなぜダビデが主の心にかなったのか。それはダビデの内側にあった願いでした。主よ、あなたと共にいたい。あなたと共に生きる者になりたい。今日ダビデの幕屋が私たちの内側に回復しますように。主との親密な愛が私たちの内側に取り戻されますように。主との愛から私たちの生活の中に祈りが満ち溢れますように。そして最後にお願いします。ぜひ10分間の祈りを生活の中に取り戻しましょう。もう6時間8時間祈ってくださいとは言いません。しかしですね、10分祈れないのに2時間3時間祈れないんです。多くの人はなぜ祈れないのかというと、スポーツもそうですよね。ダイエットしよう、10キロ走ります。次の日から二度と走らなくなります。祈りもそうです。ああ熱心に乗ろう、1時間2時間になって、ああもういい疲れた、次に乗らなくなるんです。しかしそれでももっと優れているのは、毎日定期的に運動でもそうですね、毎日定期的にする方が効果があります。この祈りもある時には多く祈って、そして全く他の日は祈らないのではなく、毎日定期的に祈られる必要があります。なので10分間の祈りを取り戻そうではありませんか。10分祈ったら皆さん20分祈るのが喜びになります。そして30分祈るのが喜びになります。もう時間がないので早く過ぎます。私たちの教会に一人のスタッフがいるんですね。そして私はもう10年8年前9年前メッセージの中でも毎日10分祈りましょう、教会改修にチャレンジしました。で一人 その今スタッフになっているんですけど、その時はスタッフではなかったんです。その人はですね、もうこういうメッセージいいと、しつこい、毎週毎週10分祈ろう、いろんなフラストレーションがあったんです。そしてその人は若者の働きがしたいと思ってたんですけど、私はなぜかその人が若者の働き任せてくださいって言われた時に、やめてくださいと止めてしまったんです。普通ならチャレンジしてください、やめてくださいというのに、やめてくださいと。もうその人はショック受けました。そして礼拝においてはもう毎日10分祈ろうと、もう働きを任せてくれない、祈りばっかり、この牧師何なんだ、不信感の前に来ました。でもその人は思ったんです。そういえばそのチャレンジに答えてないと、やってから文句言いに行ってやろうと思ったらしいんです。だからですね、騙されたと思って毎日10分になり始めました。そして威厳で祈り、聖霊様歓迎し祈ったんです。1日目本当に心の中に虫がやってきたんです。2日目また時間を見て10分祈ろう、祈り始めました。そして時計見たらなんと30分祈ってたんです。祈りが喜びになったんです。3日目10分祈ろうと思って祈り始めると、なんと賛美が溢れてきて、そして主を賛美して時計見たら1時間経ってたんです。自分でもこんなに毎日祈るとは思わなかったんです。そしてその週末、私は教会で仕事をしていると、突然一つの思いが、その人に若者の働きを任せなさいという思いが突然降ってきたんです。で今度会ったらそれを伝えようと思って立ち上がって通路に行くと、その人がやってきたんです。そして私は言いました。ぜひ前に言っていた若者の働きをやってくださいと。そうするとその人は驚いて、なんで知ってるんですかと。何のことですか、私は何も知りませんよと。そしてその人が言うのは、実はこの1週間毎日毎日10分の祈りをしました。あまりにも祈りが喜びになって30分1時間祈ったんです。なんでそういう生活したのを知ってるんですかと。私は知りませんと。しかし神様は全部知ってられます。そして神を求める者に主はその働きを任せたいと願ってられるんです。だからその働きを担ってください。そしてその働き人は今もスタッフとして忠実に使える働き人になっています。それですので、ぜひ皆さん主に用いられたいと願いますか。神の御業を見たいと願いますか。主の栄光を表したいと願いますか。それであるなら10分の時間を取り戻しましょう。小さなことに忠実なものは大きなことに忠実です。10分に忠実になるなら、主はさらに多くのものも私たちに任せてくださることとなります。ではまとめます。10分間どう祈ったらいいんでしょうか。くださが欲しい、この必要、ミニストリー、経済、そうではなくてですね、皆さん10分のうちお願いがあります。威厳の塔
9分50秒間威厳に祈ってください。なぜならパウロは多くの威厳を話すことを主に感謝していますと第1コリント14章の中で言っています。でもこの別の訳では多くの威厳で主に感謝していますと訳されているんです。威厳に祈るときに私たちの思いを脇に置くことができます。威厳に祈るとき聖霊様が働きます。威厳に祈るとき神の国の言語で祈ることができます。イエス様は何て祈りを教えられましたか。手にもします。父よ皆が褒められますように、御国が来ますように、御心が天でなされるように地でなされますように。では残りの5秒で願いください。主よ、経済が必要です。今日の仕事の働き明かしがあります。いきますそうするなら祈りは喜びとなります。最後に祈りの明かし次が与えられることを祈りたいと願います。ぜひ聖賛美を持って一度ぜひ立ち上がってですね、祈りまとめましょう。本当に主よ、今日祈りの霊が注がれますよ、ね、私たちは祈らないのではなくて祈れないのです。なぜ祈れないんでしょうか。祈りの霊が我らのうちに本当に注がれていないからです。ゼカリア書の中に私は愛が恵みとこの祈りの霊を主の家に注ぐ、そのように約束されていることを感謝します。今日私たちはこの一度私たちの上に祈りの霊が注がれることを願い求めます。今主の前に祈りましょう。一度叫んで、そして私たちは祈りの霊を私の上に注いでください。祈りの油注ぎを望ませてください。そしてその主との親密な愛の関係が回復しますように、それこそ願い求めたいと願います。主よ、叫び声を上げた後自分の言葉でまた威厳に祈ってまいりましょう。はい、主よ、
ズラキ一章五節にこのような言葉があります。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちは立ち上がった。エルサレムにある主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全員の霊を奮い立たせたのである。では私たちは共に祈りたいと思います。本当に私たちの力ではなく、主からの霊が私たちを満たしとして、私たちを奮い立たせる持て物となることができる。ご一緒にこの主の御霊を求めて今祈りましょう。ハレルヤ、主を感謝します。あなたは私たちを、ただ本当に主をあなたの一方的なその者として、私たちに霊を満たしてくださることを感謝いたします。あなたの霊を満たしを、そしてあなたの愛で私たちを満たされて、私たちをあなたに使えることができるように、主をどうぞ私たちを豊かに満たし導いてください。主を本当にこの私たちが礼拝するとき、また祭り飾るときだけでなく、私がどのようなともにいるときも、主をあなたを歓迎することができるように、また私たちの言葉や行い、また考えとか、そして先ほどの方々であっても、主をあなたの心を出すことができるように、
Thank you.
ち返ることができるように、またもし教会の離れ去っているそのような方がいるならば、本当にその方が主のもとに立ち返ることができるように、どうしても試してみましょう。主を愛しています。主を愛しています。私の福音が私たちは遠いところに行って伝えることもありますけれども、でも何よりエルサレム、ユダヤ、サマリアの全地、本当に私たちはもう離れ、主はこの間私たちの近くにいる人々の救いであることを覚えます。私たちはまた特に今家族を待っております。私たちの家族に主よ、あなたのリバイバルが満たされるように、私たちの関わる家族に、また家族のうちに主よ、あなたの救いが起こされていくように、主よ、私たちの両親、そして兄弟、また子供たち、主よ、あなたその一人一人を変えてくださいます。うちの世代にこの福音を伝えていく仕上がりになっていて、どうしよう、私に見つめ合いください。あなたのような世代を用いてくださる方であるとお感謝いたします。私たちどうぞ主よ、あなたのような世代を用いて、心を家族のうちにあなたの世代が動いていくと励ますことを祈ります。そしてまずこの世代へと導いてくださいます。主よ、あがいているあなたのような恥ずかしかったそれ一人一人もどうぞあなたが呼び戻してくださいます。主よ、
あなたは今日私たちに御声を語ってくださり、そして私たちが共に集まるこの礼拝の時を与えてくださったことを感謝いたします。私たちには力がありません。主よ、あなたの祈りに力があること、私たちの祈りを主よ今あなたにしてください。私たちの力やまた経験また洞察力、そのようなもので私たちが状況を打破するのではなく、本当にあなたの祈りの力を持って私たちが進むことができるように、モーセがその後悔を前に本当に下がるのかまた前に行くのか、そのような時に主よあなたは言われました。前進しなさい。私たちのうちに主はあなたが語れる御声を、そして私たちは祈りを持ってあまれてにもまた打ち勝ったように、私たちが祈りを持って進むことができるように、あなたの御業がなさることを期待して進むことができますように、主の御手に期待してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。感謝します。神様、賛美の拍手をしてどうぞお座りいただきたいと思います。それでは僕が紹介するところではなかったんですが、ちょっと諸事情によりまして僕が紹介させて、先生、あ、はい、紹介させていただきます。十条で牧会されている細井誠先生をお招きしてメッセージの時をお持ちたいと思います。今先生はさまざまなところで、先日私は同じ、ある政界で、先生はメインの講師として、そして私はユースの講師として担当させていただいたんですけれども、本当にそこでも素晴らしいメッセージでまた励ましを私自身も受け取りました。今日もそのような言葉が語られると期待してご一緒に、先生を拍手を持ってお迎えしたいと思います。2代目ですっていう人、結構いませんね。
ですね、それも感謝です。でもどうぞ皆さん、もう初めて救われた家族の中で最初の私はクリスチャンですという方、どうぞやっかまないでいただきたいと思います。牧師2世は大変に恵まれています。祝福がたくさんあります。私の教会の信徒はですね、クリスチャン2世の人の姿を見てですね、先生なんで2代目のクリスチャンはそんなに恵まれてるんですかって聞いたことがあります。答えに窮してそれは2代目だからですってことなんですが神様の祝福がこう釣られてくるんでしょうかね。ですから2代目の方が祝福されていくんですね。これが3代目になるとさらに祝福されてですね、4代目になるともっと祝福されるようになっていただきたいなというふうに思います。まあ、アメリカのクリスチャンの、ね、方々とちょっとお付き合いするとですね、3代目4代目の方は一度神様を否定して拒否して、そして世界一周して、そしてなんか仏教とかですね、それからイスラムとかですね、そういうところに触れて、そしてやっと神様って本当にいるんだっていうことが分かって、そしてクリスチャンになったっていう人がたまにいます。私はそういう人にいつも言ってます、ご苦労さんって言ってます。本当にご苦労様でしたね。ぐるって回らなくても、でも2代目の方は大変、神様の3代目4代目の方は大変素晴らしい神様の恵みの中にあるはずです。ですから捕まって帰ってきたんですけれども、本当にそれも感謝ですけれども、でもその中で本当に養われて、さらに祝福を受けるんだったら本当にさらに素晴らしいことだと思います。私はそうですね、中国地方に行ったことがあります。中国ではありません。日本の中国地方に行きました。山間部に行ってですね、そしてある教会に行きました。それはですね、そうですね、50名ぐらいの教会です。50名ぐらいの教会です。その時の私の印象はすごいなと思いました。この田舎でこの、まあ、人が何人いるか全人口は分かりませんでしたけども、このようなところで50名の礼拝をしているってすごいことだなというふうに思ったんですね。そしていろいろと聞きましたらですね、ここはホーリネスリバイバルのその時に建てられた教会なんですというふうに言ってました。潰れてですね、亡くなってしまった実は教会もあります。でもこのようにしてですね、引き継がれて、そしてさらに神様の素晴らしい恵みをですね、求めて、集まってですね、来ているということに本当に驚きを持ちました。私たちのですね、この日本の教会もさらに豊かに祝福されて、実は今ですね、牧師がいなくなってしまう、いわゆる無牧の教会がですね、たくさんあります。アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団にも無牧の教会があって、足りなくてですね、そして兼牧ということをしたりしています。牧師先生方はですね、好き好んで無牧にしようなんて思ってません。でも本当に一生懸命やってるんですけども、でも人が集まらない、そしてもう一度他の人々ですね、呼ぶにはなかなか呼ぶことはできないという、そういうような状況にある人たちもいます。でもリバイバルを経験してですね、行くならばさらに素晴らしい恵みがこの日本に訪れるに違いないというふうに考えています。リバイバルのことについてですね、トルガ先生本当に詳しく素晴らしくまたお話しくださいましたので、本当に励まされました。私はですね、こういうまあ、少し少ない人数かもしれませんけども、そういう集会に出ると恵みを得て帰ることができるので、本当にいつも感謝しています。神様からの知恵をまた与えられて、帰ることができるので本当に感謝です。実はですね、シャローム教会で、昨年でしたかね、台湾の先生をお呼びして集会をしまして、4日間にわたって集会です。厳しいですね、4日間ですよ皆さん。そうですね、結構な時間先生はほとんど講義のようにして正解をですねしてくださいました。その中でチャレンジされたことがあります。それはですね、私は1日に10章を読むように信徒に勧めていますというふうにして言ってました。
私はそのことを聞いてですね、富田先生に聞きました。先生やってるんですかって聞いたら、ええ、私はもうやってますですね、その時言っておられました。で、私もですね、もうこれは信徒に言う前に自分でやってね、できなかったらどうしようもないのでね、自分でやってみようと決心して、そして、1日10章というふうにしてやってですね、やりました。皆さんね、大変です大変です、私は個人的にお勧めしませんお勧めしません。いやね、大変でした、1年に3回読めるんです。1日10章ですね、3回読めるんです。私はでも頑張って読みました。頑張って読んだらですね、妻からクレームきました。あなたが聖書を読んでると私は話しかけることができません。そしてそれがしょっちゅうだと余計にあなたとの 話をすることができませんというふうにして言われてしまいました。申し訳ない、これダメだと思いました私はしかもね、しかもね、皆さんね、1日ね10章皆さんやったことある人いますか。やってる人、あ、すごいですね。やっぱりやってる人いるんですよねすごいですね。あのね、私はね、頑張ってやって読み通しました。読み通して考えました。どうして考えたかというとですね、新約聖書は特に福音書は一章長いんです。わかりますか皆さん。一番短く読めるのは詩編です。詩編で119編あるじゃないですか。あれ大変ですよね。もちろん少しは大変だけど全然問題じゃありません。ものすごい短いです。でも短いところがあります。ですからもうあっという間に10章終わっちゃう時もあります。でもね、新約聖書、特に福音書はね、皆さん、50何章、60何章、平気であるんですよ、皆さん。それがね、10章だったらね、1時間じゃ終わらない。2時間ぐらいかかります。そもそも私は読み始めてですね、1時間じゃ終わらないなと、とにかく40分ぐらいで終わりますよって言ったら、なんですけど、とっちゃら40分なんかじゃ終わらなくてですね、もう聖書の速読法とかなんか勉強してから読んだ方がいいかなとかですね、思ったりしたんですけど、でもね、終わらないんですよ。それですね、考えたですね、どう考えたかというとですね、聖書の、ね、ページを、ね、全部ね、割ったんです。355日で割るんじゃなくて、まあ、2回は読もうと思ってですね、180円にして割ったんです。180円で割ったね、365日なんです。大丈夫ですね。で、終わったんです。そしてね、読み始めたんです。これなんとかいけるんです、皆さん。1年で2回読むのおすすめです、皆さん。3回の人はどんどん頑張って、3回続けてください。2回も本当に神様の豊かな祝福をですね、与えてくださいます。ですから、ぜひですね、聖書を親しむというのものすごく大事ですから、もう聖書に親しんでください。もう富田先生のメッセージ聞いてたのね、 あっちの政府からこっちのね、出来事までいろんなところから引っ張り出せるでしょ。あれ聖書1年に3回読んでたんですね。あ、でもね、中国の聖書って短いって言ってましたけど本当ですか中国の聖書はかなり短いらしいんです。日本の聖書は日本語の聖書はすごく長いので、読むの大変なんだそうです。皆さん、それはどうでもいい話でした。そうですね。大正リバイバルのためにどうぞお祈りください。今日は来年3月のですね、素晴らしいリバイバル、東京リバイバルの盛会が持たれますので、ぜひそのためにお祈りいただきたいと思います。大正リバイバルについてはですね、今日午前中にですね、先生お話しくださいましたので、そのお話が必要だったらどうぞ誰かが多分取ってませんか。はい、取ってませんけど残念でした、その方は出席された方にですね、ぜひ聞いていただきたいというふうに、思います。そしてですね、この大正リバイバルは教えてくださっているですね、1919年の11月の17日にですね、新州の飯田の教会がこの飯田の教会で祈祷会をして、そしてそれが大変修復されて、そして継続してお祈りしていくということになって、そして、彼らは東京の淀橋教会に戻ってきて、そして3月にですね、素晴らしい神様の取り扱いがあってリバイバルが起こったんですね。こうやって見てみると結構ですね、20世紀初頭に起こったリバイバルよく似てる、カンザス州のですね、トメタで、リバイバルと神様の素晴らしい取り扱いがあって、聖霊の恵みを受けたわけですね。威厳を伴う聖霊のバプテスマを彼らは受けたわけです。
で、そこからですね、リバイバルが広がっていったのかなというとですね、そうではなくて、カンザス州の、ロサンゼルスのアルサストリートに、これが飛び火するんですね。飛び火して、そしてそのところから、実はもう本当に世界中に、宣教師が行ってですね、そして神様の働きをするようになったんです。そのアルサストリートの流れを受けて、実は、アメリカのですね、アスリートロボット協会が設立されました。それは海外に出ている人たちがあまりにも多かったので、彼らをサポートしようじゃないかということで、一緒になってですね、いわゆるフェローシップを持って、そして彼らを支えようというのがその働きでした。先ほどもですね、先生おっしゃっていたように、祈りだけではダメです。伝道もしないとダメです。祈りと伝道です。祈りが素晴らしい祈りがなされたところで、ところには神様の豊かな聖霊の働きがなされます。そして人々は出て行って伝道をしていたんです。そのところにずっととどまっているとですね、いつの間にかその火は消えてしまいます。でもそれが出て行って、そして神様のことをですね、伝えていくと、それぞれのところで神様の御業がなされていくようになるんです。これが世界中に今起こっている、この素晴らしい、まさに聖霊運動であり、またそれは宣教です。ですから宣教が必ずなされていかなければなりません。私はですね、そうですね、聖霊は、ね、素晴らしい恵みさえあればね、大体オールマイティーだと思ってたんですよ。あまり言わなくても大丈夫じゃないかというふうにして思ってたんですけど、言わないとみんなやらないんですね。伝道しようとか宣教しようとかって言わないと、みんなそれだけでいいものだと思って、教会に来て礼拝して賛美して素晴らしい恵みの中に浸って、そしてイエス様と一緒にみんな本当に大好きって言って、それだけで終わっちゃうんです。でもそれでは神様の御心はそこではなされないです。なされないですね。皆さんが出て行って働きをするために、皆さんは祝福を受けたんです。皆さんが出て行って、そして神様の豊かな取り扱いを受けて、ごめんなさい、皆さんが豊かな神様の取り扱いを受けて出て行って、そしてそのところでも神様の豊かな取り扱いがなされるので、神様の働きは広がっていくんです。ですから皆さんが恵まれて、そしてそれをストップして、これは大事なことだから大事だからというふうにして思っていたら、それは広がっては絶対にいかないんです。ですからぜひこの働きをですね、外に広げていっていただきたいと思います。私いろんなところでですね、これにいる先生方も結構ですね、ホーリースピリットチーサーとか言った方がいいのか、聖霊様が働かれるところにはどこでも行きたいということでですね、イスラエルにはほとんど行ってなかったんですけども、最近なんか言ってましたけども、聖霊様が働かれているところに行きたいというふうになってですね、いろんなところに私も行かせていただきました。午前中のですね、講義の中でトロントブレスリーとかですね、それから、ペンサコロのリバイバルとかですね、韓国のリバイバルはさらっと触れましたけども、チョウ先生のところにですね、私は行きました。そして神様の働きがどのようになされているか見てきました。それぞれのところで本当に素晴らしい神様の取り扱いがありましたし、また、砕かれるということも経験させていただきました。大体ですね、私ペンサコロに行った時にですね、大体2000人ぐらいの教会なんですね。椅子が多分2000席ぐらいあったと思いますけど、それぐらいの教会のところに行って、そして礼拝をしました。本当に人もいっぱいでした、いっぱいでした。人が入るのを制限してました。ですから外にも人がいました。で、私たちは外国から来たので、外国から来た人は別のルートって言ってですね、別のルートのところに出入り口があって、そこから入るようにさせていただきました。ずらっとですね、寒い冬にですね、並んで今いましたら、そうですね、本当に、大体人数数えてです、ね、何人というふうにして言われてたので、これ大丈夫だなと思いながらですね、立ってたんですね、余裕だなと思って立っていましたですね。そしたらですね、なんとね、裏のですね、扉が開いた、開く少し前になってですね、人が増えていったんですよ。続々と増えていったんです。なんで増えてくるのかなと思ったらですね、
ご主人がずっといて、奥さんが車の中にいて、そして奥さんと子供がですね、そろそろ開くぞって情報を聞いてですね、出てきたんですね。ですから、ほとんど前の方でいっぱいになっちゃったんですよ。あ、これやばいなと思って、そして、そのところにですね、立ってたんですけども、そしたらですね、私のね、ちょうど真ん前で、私の前の人が入ったら、ドアがパッて閉まっちゃったんですよ。もう外国から春まで来たのになんで目の前で閉まっちゃうのってそういう世界ですよね。そしたらですね、ドアのですね、アッシャーの人がね、僕らを呼んでくれたんです。そしたら二人だけ来い、私たち二人だけ来い、やったとかと思ってですね、で後ろの人とちょっと調べてたんですけど、後ろの人にじゃねーとか言ってたんですよ。で入っていってですね、そしてバルコニーの席にですね、通されて、そしてバルコニーの席にですね、素晴らしい賛美ですね、されてきました。で、素晴らしい賛美をしているときにですね、なんでこの人は白人なのになんかブラックゴスペルっぽい歌い方をするのかなとかですね、それからね、この今ビデオプロジェクトありますけど、当時 OHP って言いました、すいません、だいぶ前の話ですね。OHP というのがあってですね、その OHP をですね、なかったんです、出てなかったんです。で私その時ね、パッと思ったのね、あ、知らないやつは歌うなっていう意味なんだな、これはと思ったんですよ。なんていうひねくれるの。あ、知らないやつは歌わなくていいっていう、そういう考えのもとでやってるんだなっていうふうにして思ったんです。そしてですね、音楽聴きながらですね、もうちょっと上手にできないのかなとかですね、そういうことを思ったんです。自分のことを棚に上げて、いろんなこと自分で想像してね、そしてね、まあ、なんていうところだろうなと思ってね、まあ、批判ばっかり頭の中に浮かんできたんですよ。そしたらね、神様がね、お前何しに来たんだって言われたように思ったんです。お前一体このところまで、もう何時間もかけて、もう10時間以上かかってますけども、かけて、そしてこのところまで何をしに来たんだというふうに言われたんですね。それで自分がハッとしてですね、申し訳ません、私は本当に僕に行き詰まって、そしてあなたの恵みを必要としてこのところに来ましたっていうふうに告白した途端、そこがね、ものすごい雨がね、ザーッと降ってるっていうのに気がついたんです。それもね、全く気づきませんでした。もうなんていうことだろうな、まあ、いつもね、教会に待ってたので、まあ、もうちょっとお願いだからもうちょっと上手にとかですね、そんなようなですね、気持ちで見てたんですね。批判的に言ってたんです。でも神様の前に悔い改めて、そして神様の前に出てた時に本当に目が開かれて、ものすごい雨だったことが分かりました。ペンサコラの聖海を日本でやった時も同じように素晴らしい雨が降り注いでいたことを私は確認しました。神様はこの日本にも素晴らしいリバイバルを与えてくださるに違いないというふうに信じています。教会で予定を立てるときには2つ立てないといけないと思っています。それリバイバルがあったときにどうするのか、それからリバイバルがなかったらどうするのか。2つではどうしても必要な信仰がないやつだなというふうにしてますね。先ほどの慎吾先生思い出したんですけども、もしなくてもどうであるのかということをやっぱり私たちは考えておかないといけないんですね。ですからリバイバルが起こったらその対応をしなければなりませんから、その時の対応をどのようにするのかっていうプランを立てる必要があると思いますけども、それがない時にはその必要はないので、ここでどうやってだんだんエクスパンドしていくか、少しずつ増やしていくかということを、増殖していくかということを私たちは考えて、そしてその行動に移していく必要があります。その中でさらに神様が触れてくださったのは、人々が救われていく、でも少なくとも私たち一人一人は燃えていないとそのことはできないんです。少なくとも私たち一人一人が聖霊によって取り扱われていないと、私たちはそういうことをすることができないんです。今私は調教派でいろんなところでですね、働きをさせていただいています。いろんな調教派の友人たちがいます。でも彼らは皆さんヘンテコステに期待しています。あまり言いませんよ、あまり言いません。
まあ、実際に何人だったのは、もうこれからはアッセンブリーの時代なんでお願いしますねとかって言われたことがあります。ペンテコステっていう意味では私は受け止めていますけど、ペンテコステが本当に頑張って牽引してくれないと、このキリスト教会はダメになっちゃうよっていうようなことを私は聞いています。ですから私たちは本当にこの聖霊の恵みを知っているのですから、この聖霊の恵みに燃やされて神様の御業をしていきたいのです。アメン。本当に感謝ですね。神様は私たち一人一人をこの教会に導いてくださったんですね。それぐらいのペンテコステの教会に導いてくださったんです。ある福音派の先生が言いました。私にね、君はね、福音派のね、教会の人だったらどんなにいいことかっていうふうにして言ってくれたので、私はいや先生がペンテコステだからって言おうかなと思ったらですね、その先生が、それはそちらも同じかっていうふうにですね、というふうにして言われました。もうまさにその通りですね。まさにその通りです。私たちは本当にこのペンテコステの聖霊が豊かに働かれるところで生まれて育って本当に感謝しています。ごめんなさい、生まれなかった人もいるかもしれないですけど、そのことは本当に感謝しますね。神様が豊かに一人一人を祝福してくださるに違いないというふうに思います。私はメソリストの大学で勉強しました。でメソリストの大学の新約学の先生がですね、教授ですけども、その先生が言ったことは今でも忘れられないんです。どんな文学で言ったかというとですね、その先生はですね、私たちがですね、本このぐらい宿題が出るんですよ。でこれ今度、1、2ヶ月後に読んでくれるかっていう、そういうレベルなんですけども、それでみんな嫌な顔してるんですよ。とかって言いながらですね、そしたらね、その先生が思ってね、私なんかね、このぐらい読んでんだよっていうふうにして言ってました。それは申し訳ありませんでしたという話なんですけども、それは忘れられない話じゃなくて、別にあるんですけど、その先生がですね、私はメソリストの教会から若者が去っていく理由がわからないって言ってました。なんでこんなに素晴らしい、いわゆるメソリストですからメソッドですよ。もうキリスト教のですね、もうメソッドを持っているような、その教会からなんで若者たち、なんで人々が去っていくのかわからないっていうふうにして言ってました。その授業の中なんですよ。もう自分たちのメソリストの信徒たちがたくさんいるところですけど、そのところでそうやって言ってました。私もう少しで手を挙げちゃいそうになりました。私は分かってます。聖霊様がいないからです。ちょっとオフレコにしてください。本当に聖霊様がいらっしゃらなかったら無理なんですよ。もうね、聖霊様がおられるから私もこの十条というところで誤解させていただいています。もう聖霊様がおられなかったらとてもじゃないけどもう誤解していくのは無理ですね。無理です。でも本当に聖霊様が豊かに働いてくださるので本当に感謝いたします。あともう一つね、そうですね、富田信吾先生、10時間になってすごいね、10時間もうね、2時間トライしてね、2時間祈ったことがあるんですよ。で、2時間祈ってトライして、そしてね、その後ね、教団のまたなんかね、責任人の役にね、ついちゃったまったり忙しくてもう 今1時間取るのがやっとなんです。でもね、私のもう大恩師である張永明先生 の一緒にですね働いておられた蔡新輔先生がいらっしゃるんですけど、この先生はですね、いろんなことを私に本当によく教えてくださった先生です。その先生がね、こうやって言ってました。皆さん、威厳で祈るのはどこでもできるはずだいうふうにして言われました。威厳で祈るのはどこででも祈れるはずだ。電車乗ってごらんなさい。ガッタンゴットンって音がするでしょ。そのガッタンゴットンに合わせてガッタンゴットン、ガッタンゴットンって威厳で祈るんだよ。そういう威厳ばっかじゃないよ。だってそもそも今は静かでね、ガッタンゴットンなんて言わないから。だってカシ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 とかってね、時々怒らせて聞こえてくるけどね、無理なんですけども、威厳で祈るときに、威厳で祈るのにいけないような感じになっちゃうんですけど、どうぞ、どこでも見つけてですね、どうぞ威厳で祈ってください。もう10時間祈る人は本当に10時間祈ってください。でも祈りすぎないでください。もう他の人とも全く隔絶してね、祈りだけに困らないでいただきたいと思います。
私たちは社会生活をしないと少しおかしくなることになっています。ですからどうぞ社会生活もきちんとしてください。奥さんとの関係、旦那さんとの関係も大事ですから皆さんしっかり持ってください。でも時間があったら質問できない。私たち遺言で祈るのはもう得意中の得意ですから、どうぞ遺言で祈ってください。ある方もですね、2人で、結婚がですね決まってお友達のところですね、その報告をしに行ったんです。そしたらそのお友達がですね、異変に祈ってくれた。2人がありまして、どうぞ主よ、この2人をバラ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 、どうぞこの2人をバラ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 。今日はですね、今日はですね、ヤコブの手紙を出したんです。その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アメン。最後にですね、義人の祈りは働くと大きな力がありますという言葉を今日は覚えて帰っていただきたいと思います。ちょっと隣の人に、義人の祈りは働くと大きな力がありますという言葉をちょっと言ってみましょう。義人の祈りは働くと大きな力があります。もう一度、それはあなたです。このところで、義人の祈りとこういうふうに使われております。皆さんもヤコブの、ね、手紙の書の13節からよくご存知のところで、まだ何回もですね、先生が引用してくださっているメッセージをですね、お聞きしていると思います。あなた方のうちに、病気の人がいますか？その人の教会の長老たちを招いて、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいというふうに、言っています。ですから長老たちを招いて、そしてオリーブ油を塗って祈って祈るということは、聖書の中でも時々出てきますので、そのようにですね、オリーブ油を塗って祈ってもらうということも大変良いことで、私の中にもオリーブ油を持ってですね、そして下になってて、そしてオリーブ油する方々もいらっしゃると思います。そのようにして祈るときに神様が豊かに与えてくださるというふうに記していて、そして信仰による祈りは病む人を回復させますというふうに言っています。で、最初にですね、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますと、その人は祈りなさいと書いてありますね。で、この祈りなさいという言葉と、それから次に出てくる主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいということは、実は同じ言葉が記されています。日本でも全くほとんど同じなので、オリーブ油を塗って祈ってもらいなさいという言葉が書いてあります。しかしですね、この今日のですね、タイトルの直前の言葉ですけども、信仰による祈りは病む人を回復させますというふうにして書いてある、この祈りは実は違う言葉が記されています。最初の一つの言葉は、そうですね、一般的な祈りということを指しています。ですからイエス様が弟子たちに主の祈りを教えましたけども、その主の祈りはこの同じ祈りという言葉が使われているところです。でもこのところで記されている、ヤコブの手紙の中で記されている信仰による祈りという言葉は、そういう言葉、そのような種類の言葉ではありません。祈りというよりはどちらかというと祈願とか願いとか、そういうふうに訳した方がいいような言葉です。
残念ながらですね、日本語の聖書はほぼ間違いなく祈りというふうにして訳していますけれども、他でですね、全部で3箇所、他に1人用で2箇所この同じ言葉が出てきますけれども、それらは皆聖願というような言葉に訳されているところです。ですから、そのこのところの祈りは普通に私たちがあの主の祈りのようにですね、祈るという祈りではなくて、また賛美をしたり、また主の御国をですね思って、そしてこの地上にも主の働きがなされるようにという、そういう祈りの祈りではなくて、この信仰による祈りの祈りは、信仰による願いはとか、信仰による誓願はとか、信仰によるところのこのもう嘆願はとかですね、そういうような言葉がぴったり合うようなところです。そういうようなこの祈りというのは病む人を回復させるんだということです。ですから、それは普通に私たちが祈る祈りではないということです。少なくともこの信仰による祈りという祈りは、私たちがその中に願いを込めて、その熱心さを込めて、このところで祈る必要があるということを言っています。その信仰によるところのこの祈りは、病む人を回復させるんです。私たちは一般的に普通に祈ってですね、病む人が回復されるというよりは、私たちはこの信仰による願いを持って神様に祈ることができて、そしてそのようにして祈るならば、それは病む人を回復させるのだというふうに語っています。でこのところまでですね、祈ってですね、そしてですね、ですからあなた方は、互いに罪を癒やし、互いのために祈りなさい、癒やされるためです。美人の祈りが働くと大きな力がありますというふうにして祈っていくとですね、この祈り方は、特別な人のための話だなっていうようなことになっていきます。そもそもですね、長老たちを招きというふうにして書いてあって、そして、そのようにして祈れというふうにして書いてあるから、私たちとはあまり関係ないなというふうにですね、思ったりするところですけれども、残念ながら皆さんそうではありません。皆さんも関係があります。皆さんそのところはですね、どうしてかというとですね、今16節をお読みしましたけれども、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためですというふうに言っています。互いに罪を言い表すというその相手、互いのために祈るその相手は、教職たちだけ祈ってもいいって話ですか？そうではないです。皆が互いに祈ることを進めているんです。皆が互いにお互いに祈り合うということを進めています。そして互いに祈り合うその中で、神様の素晴らしい御業がなされていくっていうふうにして御言葉は語っているんです。ですからこのところは、それは長老たちが、長老とか監督とか牧師とか伝道師とかですね、そういう人たちが祈ればいいんだというふうにしてどうぞ思わないでください。そうではなくて、皆さんが祈って祈ると、それらに神様の働きが、素晴らしい働きがなされていくというふうに考えていただきたいんです。義人の祈りは働くと大きな力があるんです。皆さん、義人の祈りは働くと大きな力があります。さらにですね、聖書はですね、こういうふうにして書いてありますね。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように祈ると、熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせましたと書いてあります。皆さん、もう一度見ますよ。エリアは私たちと同じ人間でしたが、というふうにして言っています。エリアは私たちと同じ、いや、エリアさんでしょ、それは聖書の中にも、なかなか傑出した預言者として出てくる方ですよね、というふうにして私たちは考えますけども、そうではないです。ヤコブは、神様はヤコブを通してこのところで、はっきりと、エリアは私たちと同じ人間でしたかと言ってるんです。ですから、皆さんも同じ人間です。アメン。そうですね、同じ人間でない人はいらっしゃらないと信じました、皆さん同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈るとそのようになったというふうにして書いてあるんです。皆さん、ですから義人の祈りというのは私たち、義人というのは皆さん私たちじゃないですか。皆さんポカッとしてじゃあ行きません、このところは。アーメン。
お願いだ、アーメン。本当にですね、アーメンなんですよ、皆さん。ここはね、美人の夢なんです。美人の祈りとは、そうですね、そもそもじゃあ、美人のその義って何だと。何だと。この、ディカンセンという言葉なんですけども、この義という言葉は、まあ、マルシェルタのですね、信徒によりにということをね、語っていますけども、この義という言葉はどういうことかというとですね、これはね、私たちのね、考え方からするとね、それは、清い人っていう、そういうイメージですね、美人っていう。そして、そうやって言った途端に自分が思いっきり離れちゃうんですね。全然違う人っていう形になっちゃうんです。私たちとは違う人、美人、私は美人じゃありません。私は罪人です。という言葉の方が皆さんにもですね、なんかしっくりくるのか、なんか日本人のなんか独特の何かがあるのかよくわかりませんけども、でも、なんとなく罪人というふうにして言った方がいいような感じがしちゃうんです。でも聖書は皆さんと義人と言っているんです。そして皆さん、義というのはどういうことかというと、それは罪を犯したことがないという、そういうふうな意味で私たちが考える考え方は少し聖書からずれています。ずれています。まあ、それももちろんあるんですけども、でも私たちがあの罪を犯しているから義人じゃない。こういう罪を今まで犯してきたから義人じゃない。神様の前に悔い改めたけど、でも、もう相手は憎らしいと思ったり、それからもうすぐにゲットしちゃったりとかですね、ちょっと問題があるかもしれない思いますけども、でもそれは少し問題があるかもしれませんけども、でも私たちはそういうふうなことだっていうふうにして考えていると、それはちょっとずれていると、聖書が言っていることとは違いますよっていうふうにして言わなければなりません。じゃあどういうふうにして言ってるのか、聖書が言ってるのかというと、この義のことについては、それは神様に受け入れられる状態だと言ってるんです。もう一回言いますよ。神様に受け入れられる状態と言ってるんです。これが義という言葉です。まあ、英語の聖書ではそういうふうにですね、具体的に書いてある、英語の聖書が2つありましたね。2冊ありましたね。そういうふうにして書いてあったりします。神様に受け入れられる状態、これが義なんです。義なんです。ですから皆さんは神様に受け入れられるということを考えていく必要があるんです。自分があの罪をこの罪をもちろん私は聖霊のバプテスマを受けたときに神様の前に悔い改めて、あの罪もこの罪もああいうことしたことがあるとかですね、万引きしたことがあるとか言っちゃってるんですけどもうそれ謝りに行きました、ちゃんと聖霊のバプテスマを受けてからね、ごめんなさいって言ってね、お金返しに行きました。そんなことあったんですか、知りませんでしたって言って、でもせっかくだからいただいてきますって言っちゃってよく言いましたけども、でもそういう罪をもちろん悔い改めるんですけども、でもそれは目的ではないです。神様に喜ばれているかどうか、神様に受け入れられている状態かどうかが問題なんです。神様が問題なんです、皆さん。ですからそれは私たちの罪の問題じゃなくて、私たちは神様の方に焦点を当てていかないといけないということなんです。義に植えたものは幸いである聖書に書いてあります。あなた方に満たされているからというふうにしてイエス様ご自身がおっしゃっておられます。義に植えたわけ、もう義に植えたわけってすごいところです。神様に受け入れられるというそういう状態になることを植えたわえているというふうにして、そのものは幸いだと言っているんです。本当にアーメンです、皆さん。本当にアーメンです。神様に受け入れ、どのようにして私たちは神様に受け入れられるんだろうか、そのことに焦点を当てて祈る祈りは最高の祈りです、皆さん。私たちはあのステージフとした民がどのように歩んできたか知っています。植えたわくという言葉は一つの言葉ではありません。植えるたわくという言葉は二つつながっていません。連続して書かれて植えるたわくと書いてあります。義に植える、そして義に乾くというふうにして書いてあります。彼らにとってはこの言葉は必死の言葉です。
それは食料がなくなってどうするんですか、私たちをこのところで死なせるつもりですかというふうにして叫んだあの言葉です。井戸がなかったら、皆さん、水がなかったら彼らを連れて浜の地に行く前に死んじゃうだろうがという話です。途中でどうするんですかという話です。もう生きるか死ぬかというような、それが飢える渇くというその言葉なんです。ですから義に飢える渇くということは、それは必死になって神様に、神様のことが本当に神様の喜ばれる状態に私はなりたいですという、そういう気持ちになることです。私たちがそのような気持ちを持って神様の前に近づくときに、神様は満たしてくださいます。まあ、ペンテコステの場合はね、満たすって言葉の方が好きだから、主を満たしてください、主を満たしてください、どうぞ私を満たしてくださいって祈りたくなるんですけど、でもそういうふうには書いてません。義に満たされるものは幸いであるなんて書いてないんですよ。皆さん、上から来るものは幸いだと書いてます。私たちは満たされる方ばっかりに目が行っちゃって、そして上からくっていう方に私たちの目が行ってないとするならば、それ間違いですよ。皆さん、もう2つも間違いを犯してしまいます。義に飢え渇く、神様の本当に受け入れられる状態に私はなりたいんです。主よ、どうぞ私をそのようなものにしてください。これが私たちの最高の祈りでなければなりません。これが義人です。これが義人です。この祈りをする人の祈りは聞かれるんです。皆さん、それはその必要を持っているんですけども、その前に彼は神様の前に出ているからです。彼は神様の前に出て、そして私はあなたに受け入れられるものになりたいのですということを表明して、祈り祈って、そして願っているからです。ですから彼はそのものの祈りは神様が聞いてくださるんです。皆さん、私たちの祈りはどうしても逆転してしまいやすいです。先に治る方が先というふうにして考えてしまいます。でも神様の方が先です。神様の方が先です。あのテレビあのエヴァンジェリストのところに電話した方がいらっしゃってですね、その人が、今お金がなくて困っているので、なんとか自分がにお金が満たされるようにお願いしてください、まあ、次の支払いまで間に合うようにお願いしてくださいというふうにして言ったんです。そしたらその電話の方でそのカウンセラーの人がですね、じゃあ最初に献金してくださいと言ってそしたらその人ものすごく怒って、そして私はお金がないから電話したのに、彼は私に電話するように言った、彼女かもしれませんけど、お金を捧げるように言ったって言ってですね、ものすごく憤慨して怒ってきたんです。でもそれは正解ですね、正解です。私たちにとってどのような必要が先にあったとしても、私たちは神様をまず求めるべきです。私たちが神様の前に出てきた時に、神様は私たちを豊かに祝福されるんです。私たちが神様の前に出て行きもしないで、私たちは祝福されることはありえないです。イスラエルのためにも神様に付き従って喜ばれるものになろうとして一生懸命やりました。まあ、神様は分かっててですね、あなた方はどうせ離れるんでしょうけどというふうにして言ってるんですけども、それでもですね、神様はあなた方がもう引いていかれてですね、そして他国のところに行った時にあなたは私を求めるでしょう。私はあなたを見放すけれども、でも残る者がいて、そして私はあなたが私に叫ぶならば、私はあなたの約束、あなたに対する約束を覚えていて、それを祝福しますというふうにして宣言しております。もう神様は本当に温かいお方ですね。神様は本当に素晴らしいお方です。神様を求めて、私はあなたに喜ばれるものになりたいんです。告白するものに、主は豊かに祝福を与えてくださいます。お祈りいたします。天のため、私たちの主なる神様、あなたの素晴らしいお名前の上にありがとうございます。主よ、私たちは義人ではありませんでした。しかし神様、あなたによって作り変えられて、主イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちは清められて、主の御前に立つことがなされましたから、ありがとうございます。私たちを神の子としてくださり、私たちを祝福の主を世継ぎとしてくださることを本当にありがとうございます。主よ、私たちが求めるのは、神様、あなたの神様、私たちは私あなたに私の血を捧げ
様、どうぞ私たちもそのようなものにしてください。そしても私たちが祈るときに神様のような素晴らしい御業が表されるようにしてください。主よ、それは私たち一人一人がです、奉仕だけではありません、伝道師だけではありません。主よ、私たち一人一人が神様の器になる必要がありますから、神様義と人を私たちがしてくださって、そして神様は私たちが祈るときに力のことを行ってくださいますように、神様私たちを願います。そして神様、あなたの御業が表され、あなたの栄光がそのことで表されます。どうぞ私たちの栄光が表されることがありませんように、私たちがあなたの栄光を取ることがありませんように、神様あなたに喜ばれたいからです。主よ、あなたに喜ばれるものに私たちを進めてください。私たちは神様さまざまなあなたの遠ざけ、サタンの働きから遠ざけてください。そして神様あなたに喜ばれるものとしてくださいますように、主よ、戦いがあるならば、主よどうぞ、主よあなたが戦ってくださいますように、あなたが共にいてくださって、その戦いに私たちが出ていくことができるようにさせてください。いわゆるそして宣教を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。私たちが愛する主キリストイエスのお名前を通してお願いいたします。アーメン。どうぞどうぞ、どうぞ横にいる方々と主がご一緒になりましょう。どうぞお互いに義人であるということをどうぞお互いに告白しましょう。ただ私は神様に喜ばれたいですということを、お主様のそのことを応答して語ってさせて祈り合いましょう。お二人三人の方々にどうぞ祈り合ってください。どうぞ祈り合ってください。神様を前に持ってください。神様、私はあなたに喜ばれたいと願っています。神様に喜ばれたいと願います。あなたに受け入れられるものになりたいと願います。主は私たちがただ一番目に遭う時を迎えます。主はあなたが私たちを見越してくださったのですか。主は私たちはあなたが喜ばれたものとしてくださったのですか。Thank you.
天の祭祀の世界に祝福を与えられるように神様その地方の日がなさるべきことになってください。我々にしてありがとうございます。主よ、ありがとうございます。私たちを求めてください。心を受け取るようにありがとうございます。私たちにそれを守って教えてください。知らせてください。神様あなたの素晴らしい御手の技がそのときになさることを願い、ありがとうございます。神様あなたが働きなさるときにありがとうございます。あなたの ぜひ私たちはですね、そのような捧げ物を捧げていきたいと願っています。
真島先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、感謝します。これで今日の集会は終わりなんですが、ぜひともですね、お忘れ物がないようによろしくお願いいたします。3日間会場が違うので、明日も参加するよという方にもですね、もうこの場所ではありません。なので忘れ物すると大変です。なので忘れ物ないように、よろしくお願いいたします。明日はですね、今日メッセージしてくださった細井先生のライブ十条教会でですね、4時からの1回の集会になります。日曜日の午前中はですね、またお昼はぜひ自分の教会でですね、礼拝を守ってください。よろしくお願いいたします。私たちですね、リバイバルの井戸を掘り返すものになりましょう。先人が私たち信仰の2世といったらですね、聖書の中で見るのはイサクです。そのイサクはですね、先人の先輩の井戸を掘ったんです。アブラハムの掘った井戸を掘り返したんです。でも簡単じゃなかったんです。掘っても掘ってもまた埋められる、掘っても掘ってもまた埋められる、出てけって言われる。でもですね、諦めなかったんです。そしてイサクはついに掘って、この場所は広い場所だという場所にですね、行ったんです。私たちは広いところに行きましょう。私たちは心を狭くしてはならないです。広いところに行くべきです。井戸を掘り返すんです。尽きることのない泉が私たちの中から湧き上がり、神への愛が私たちの中から今までなかったほどに湧き返ることになります。アメン。そのことを信じますか？アメン。それになることを信じます。まだ大体はですね、初日なんです。ぜひこれから先2日目、3日目と、ご出席くださることを願っています。それでは、今日の、集会はこれで終わります。あ、その前にですね、大変なことを忘れていました。これはですね、来年の集会のための準備の集会でもあるんです。そのために伊作先生に、はい、真島先生、素晴らしい紹介ありがとうございました。伊作と申します。先生方それぞれ自己紹介したので、なぜ私の名前がカタカナで伊作になったか。カタカナで伊作なんですよ。父が、私が母の中々にいろいろ考えたらしいです。父が思ったのは、男の子だったら謙遜の謙にしよう。上杉謙信の謙ですね。英語でも通用します。謙、中澤ね。で、女の子だったらば、恵みにしようと思ったらしいです。で、生まれました。男の子でした。とっても可愛かったんです。で、神様言われたんです。イサクと名付けなさい。父は、と思ったらしいです。でも神の導きですから、で、そのことを非常に父の面倒を見ている宣教師に行って、名前付けますと言ったら、宣教師がどういう字を書きますかって言ったから、父は日本人ですから、権威の意図、それから作るですね、イサクにしますって言ったんですね。そしたらその宣教師が、ダメです、聖書のそのまんまに書きなさいって言われたんです。で、その後、出生のね、記録の時にその市役所で聞かれたらしいですね。男の子ですか、女の子ですかって分からなかったから、当時イサクなんて珍しかった。随分私もそれで苦しみましたけども、馬鹿にされましたけども、でもおかげさまでこのように神様にご奉仕できることを感謝します。皆さん、このチラシご覧になりましたよね。このチラシとても素晴らしいです。裏もちゃんとあるんですよ。実にシンプルな、実はまだ講師がこの時決まってませんでした。でも来年の講師決まりました。で、特にこの先ほどね、富田先生は10分間の祈りを提唱されましたね。提唱されましたね。義務付けはしませんでした、ね、そして細井先生は何ですか、年に2回の通告を提唱されましたね。義務付けされませんでしたね。私は皆さんに提唱以上に、でも義務付けはしません。その中間の熱い強い奨励をします。この3日間のために今から祈り備えていってください。この3日間のために祈り備えていってください。皆さん、正直に申します。先ほどそこ通っていると、この教会の素晴らしい来年の、また今年のいろんなスケジュール書いてありました。素晴らしいです。どの瞬間もどの星もみんな素晴らしいです。でも皆さん、英語で言うと比較級とか最上級っていうのがあるんですよ。私たちにとって最も大事なことは、神の栄光をこの日本で見ることを体験することです。神様は私たちの誰よりもご自身の栄光をこの日本で表したくなるんです。私たちは誰のために祈っています。神様はもっと祈っています。もっとそのために動いてらっしゃいます。で、そのことを私たち同じようにその仲間を今から作っていきたいんです。ですから、これから皆さん、富田先生おっしゃいましたね、10分間で家に乗ったらあっという間に過ぎる。まさしくその通りです。皆さん気がつかないけれども、今日本でこのように自由に家に乗れる集会ってそんなにたくさんあ
わりました。最近はある有名な先生は威厳の時代は終わったって始めました。いいですよ。とんでもない、とんでもないですよ。ですから皆さん、どん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 威厳に乗っていってください。威厳に乗るとき知性は横に奪われます。でも神の霊、私たちの霊が合体して知性では超知性を超越した素晴らしい言葉に乗ることができるんです。威厳に乗り始める、それはあたかも私たちが死聖所に入ってケルビムの間から神様の御声を直に聞けるような体験してくるんです。だから時間という次元があっという間に過ぎていって、気がついてみたら10分だったり、最初はですよ、それが15分になり、20分になり、1時間になり、3時間、4時間になってくるんです。ですからどうか皆さん、今から祈り始めてみてください。ね、日本は日本語で言うですよ、来年のことを鬼が笑うって。それは日本人の昔のしきたりであって、神様の私たちが将来の神の栄光のために備えて今から準備していくことを神様で行われます。ですから来年この3月の19日は木曜日、普通の平日ですけど、夜の集会から始まりで、次の20日、皆さんご存知ですね、春分の日です、お休みです。で、21日は土曜日ですから、いわゆる3連休になるんですね。ですからできるだけそれをうまく使って、皆さんぜひ、それから日曜日も入りますけども、日曜日も入らないから木金土となりますので、ぜひ今からそのために祈り備えていってください。私たちが心を合わせて祈り始めるとき、必ず必ず絶対に確実に何かが起こり始めます、そして私たちは今ある意味祈りの聖書と選ばれているんです。聖霊バプテスマを体験しました。威厳に祈れる特権が与えられています。ぜひ皆さん思いっきり1日10分この大会のため、皆さんのため、皆さんの教会のため、皆さんの地域の救援選挙のために祈り始めてください。神様必ず必ず絶対に答えてくださいます。以上もっと私は祈り終わります。感謝します。正解です。祈り返してください。また来、明日は十条教会です。十条教会僕じゃないですよ、勘違いしないでください。はい、ありがとうございました。明日朝10時半に礼拝します。そして、明日4時ですね、4時に、また放送できると思います。そして月曜日はですね、多分できます。11時と4時、放送できます。朝の7時と11時と4時と、7時は一応ない予定です。はい、それでは明日の朝10時半お会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。シャロン。